アフリカネーションズチャンピオンシップはアフリカサッカー連盟が主催するナショナルチームによるサッカーの国際大会である。大会についての告知は2007年9月11日にカフより行われた。この大会においては各国、地域の代表として参加させることのできる選手が当該シーズンにその国内の大会で競技をしている選手に限定されている。 この大会は2年に1回、アフリカネーションズカップの中間年に開催されることとなっている。第1回大会は2009年にコートジボワールで開かれ、今後民主共和国が優勝した。第2回大会は2011年にスーダンで開かれ、国内でジャスミン革命が起きている最中であるチュニジアが優勝を果たした。アフリカでは収入やメディアへの注目度から、 国内の大会から多くのトッププレイヤーが離れ、国内の大会が弱体化することがしばしば見受けられた。これに対し、各国の大会を強化すべくこの大会が設立された。カフは、自国内の大会で戦う選手に代表として選出されることの喜びを知ってもらうこと、そしてひいては、アフリカネーションズカップでも、このような選手が選出されるようになることを目指している。 1> 第1回大会は8チームが本大会に出場することとなり、地域別の予選が行われた。第2回大会では16チームが本大会に出場する。2009年大会は以下の方式で行われた。ありがとうございます。